三重島の所葬。三、唐と、加藤窓、頭抜きの木花、扇たるきなどに、禅宗様の特色が見られる。宝城寺は、広島県尾道市にある、総東州の寺院。三号は、長温山。本尊は、釈迦如来。中国三十三観音霊場第十一番。この寺は、1403年幾智森平の会期、九中宗及びの会さんにより、 臨在州の寺院として創建されたのに始まり、工場案とこうした。1432年には、幾地諸園と推察される信本と信正を、作り刀本願旦那として、三重刀が混流されている。1444年工場寺は、仏通寺と共に、将軍、足利義政により将軍祈願書となる。一旦衰退したが、江戸時代に入り1609年間敵が入寺して、 再興し、相当州に改められた。寺岡制度の江戸時代はその制度下にあった家が、少なく、松寺の支援と近在の商人による寄進で成り立って、いたが、明治以降再建本堂の消失、各道宇の解体が進み、昭和中頃の新州人級在流用の仮本堂の解体後は、三門、衝動、栗にとどまり創建時代から残る建物は、 国宝の三重塔のみであったが、2010年に本堂が再建された。聖艦禅音菩薩座像、旧来は秘仏であったが、本堂再建に伴い公開された。様式は、奉還如来像であり、本来は奉還釈迦如来として祀られていたものと思われる。江戸期に、蓮華座などが修繕された際にはすでに、艦禅音菩薩として、信仰の対象であった。ありがとうございます。